第3節ローレンス・スル・シャン博士のがんの感情コントロール療法」米国の心理学者ローレンス・スル・シャン博士は彼の著書「がんの感情コントロール療法」の冒頭で次のように述べています私ローレンス・スル・シャンが行った20年にわたるがん治療の中からでも一方にはすぐがんに負けてしまう人がいるのに他方では 生きるために上手に戦うことができる人がいるのはなぜか、また、どうしてがんになる人とならない人がいるのか、という疑問について、いくつかの観察から事実が解明できると思うのです。私は精神療法士で、医学者ではありません。しかし、数十人の末期患者への集中的精神療法と、 数百人に及ぶがん患者の性格に対する広範な研究から自信を持って次のことが言えますがん患者は身体だけでなくその生活にも悪いところがあるということがん患者はがんにかかり安い心理的傾向がありまたそのために病状が悪化したときますます生命力を喪失しやすいということですローレンス・ルシャン博士は 500人以上のがん患者の生活歴を調査した結果がん患者に特有な心理的傾向で次の4つの要素が浮かび上がってきたと報告しています A これらの患者は子供時代に孤立し他人から無視され絶望感を抱き困難かつ危険なしかも非常に緊張した人間関係の中で生活してきたという特徴がある B 青年期の初期において 非常に充足した人間関係を営み自分の職業に満足していたしかもそこに生きがいを見出しそれを生活の中心としていたさらにこのような人間関係や職業に相当のエネルギーを注いでいたししかしこのような人間関係や職業を失うといった状況に遭遇した結果子供時代に体験した心の傷が 添えり絶望感に襲われるようになった D そしてこの絶望感を心の内に蓄えているということがこれらの患者に共通して見られる基本的な特徴の一つであったさらに心痛、怒り、敵意などといった感情を抱いていることを決して表出できないことももう一つの特徴であったつまりこれらの患者は他人から あの人はとても優しくて良い人だとか彼女はまるで成人のような人だと言われるような評判のいい感じの良い人という印象を与えていたのであるこのような特徴を持った患者についてルシャン博士はこれらの患者に見られる仙人ぶった温和な性質は裏を返せば自分自身を信頼することができず また希望を抱くことができないということの証拠かもしれないと述べています。さらに、ルシャン博士は、これらの患者が自分の生命のすべてをかけている人間関係や社会的役割を失った後に経験する心理状態について、次のように述べています。人生において、このような喪失体験をした後も、彼らは日常生活を続けることはできたのだが、 その生活は色あせ情熱を書き生きがいを感じない惰性に流れたものでありさらに生命への関心を失ったもののようであったそれでも周囲の者の身内の者に対しては万事万端うまく処理しているかのように振る舞うのだがそれは心の内にある絶望感を隠す表面上の繕いにすぎないそして実際は 自らの死の訪れを密かに待っている死以外に苦しみから逃れるすべはないと考えているのであるそしてすでに死ぬ準備を整えているいや事実はもう死んでいるのと同じなのであるある患者はこのような心境を次のように告白している勝手は望みを持っていたが結局は失望に終わるしかなかった 気を緩めていい気になってしまったために結局はまた自分だけが取り残される羽目になってしまったんだだからこれからは決してもう望みを抱くようなことはしない結局自分が苦しむだけなんだから自分の殻の中に閉じこもっているに越したことはないこのようにしてこれらの患者は希望を持たずただ 死によって苦しみから解放されるのを待っているこうしてそのような人生における喪失を体験して半年から8年までの間にがんを発病しているルシャン博士の調査によれば彼の調査した患者の76%の生活歴が非常に類似しておりまた彼の心理療法を受けたがん患者の95%が 同重要な経歴を持っているのに対し、癌でない患者ではこのような経歴を持つ人は10%であったと報告しています。このようなことが日本のがん患者に当てはまるかは不明ですが、癌になり安い心理的ないし精神的傾向があることは間違いのない事実と言えます。 エヴァンス博士やルシャン博士の心理学からの研究により明らかにされたがん患者の精神的傾向の本質は潜在意識が生きる意欲を失っていることを示しもっと言えば病で死にたがっているということを意味しています。この内容は不思議なことに東洋哲学が大昔に解明していた病院論と同じことを言っているのです。この点は 非常に注目に値することではないでしょうか。